はい、今日はですね、このバーンポイントをね、また紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、このね、バーンポイントのね、紹介の方をしていきたいと思います。で、このドローンファイトっていうことでね、今度この大会があるっていうことで、で、このチラシがね、2つあるんですけど、まあ、1枚はこれ普通にね、2022年ドローンファイト春の選手権ということで、4月の2日ですね、1時から4時まで開催するっていうことで、で、予選を勝ち進んで全国海外オンライン29拠点と対戦ができるということでね、ちょっとこう大きい大会に、ね、なってきますのでね、まあ、もしちょっと皆さんギリギリ間に合いますのでね、お近くの会場の方でね、参加の方をしてみたらいいと思います。で、基本的にはこの大会のね、参加資格、まあ、今回こういうドローンファイトのね、大会初めてなので、まあ、ドローンファイトにてドローンで風船を割ったことがある人、まあ、1回以上ということでね、で、まあ、ドローンを保持しているなどということで、まあ、操作に慣れている人ということでありますね。ただこのドローンね、規定がありますのでね、どんなドローンでも大丈夫ってわけじゃなくて、規定のドローンがありますので、それで参加するっていう感じですね。で、まあ、ルール、まあ、あって第1試合予選があって、第2試合オンライン決勝戦トーナメント制ということで書いてありますね。一応まあ大会スケジュールもこんな形になっています。で、エントリー会場ということでね、はい、で、うちら静岡ねっていうことで一応持ってます。一応エントリー会場にねなってます。で、静岡の場合は3カ所ね、会場がありますね。沼津と富士と、浜松ですかね、3カ所にありますので、表彰全国の部っていうことで書いてあったりとか、まあ、優勝準優勝3位までの優勝者は11月全国大会のシード権ということで、まあ、一応参加方法はね、この QR に書いてありますのでね、はい、この QR に込めるのかな、はい、で、参加費用とかもちゃんとあって、まあ、今回はね、1000円引きで参加できるということで、お子さんは結果ただ、そして一般の方は650円かかりますよっていうことでね、参加費用ありますね。まあ、あとはこの参加登録、まあ、当日まで OK なのでね、一応今日金曜日っていうことで見たら、まあ明日、ね、急いで申し込みしていただければ間に合うと思いますので、ぜひぜひ参加の方お待ちしてます。はい。で、一応まあこのね、ドローンファイト協会の方で大会の方でやっていくんですけど、まあ各ね、会場予定地のところでね、参加できますので、ぜひ参加の方してください。もう一個ね、チラシがありますね。はい、まあ一応芸能人も出てるよっていうことで、こんだけね、いろいろ出てます。今いろいろ YouTube の方にもね、載ってますので、これもまた見てくれると、ね、どんなことやってるかっていうのが分かると思いますので、ぜひね、このドローンファイトのオフィシャルのね、 YouTube もありますので、これも見ていただければと思います。はい、一応まあスタートアップキット、まあまあ今日の明日で間に合わないんですけどね、今後始めていく方にね、このドローンファイトのスタートアップキットっていうことでね、売ってますので、まとめてね、買って練習の方をしていただけたらと思います。で、最終的にはね、この全国大会で開催予定とか世界大会の方もね、決まってますのでね、またそちらの方もちょっと興味持っていただければ見ていただきたいと思います。一応ね、このドローンファイトをきっかけにですね、ちょっとドローンにハマっていただいてね、まあ、ドローンの遊びだったりとか通じてプログラミングとかね、あとは、まあ、お仕事なんか興味持っていただけたらいいのかなと思いますけど、ね、最終的にはまあこういうものがね、このキットの中に入ってまして、で、風船を膨らましてね、まあ、これに付属じゃないですけど、こういう空気を入れるやつね、
100均でね売ってますので、こういうものも用意していただくとこうスムーズにね風船の方に空気入れれると思いますので、またこのねバンポイント、ね、ドローンファイトの方ね楽しんでいただけたらと思いますので、またこちらの方のね商品をね買っていただけたらと思います。まずはねこのドローンファイト春の選手権4月の2日ということでね、もう早速明日ですので、ね、参加の方ギリギリまで募集申し込みできると思いますので、ね、よかったら参加の方してみてください。